さんこんにちは、落合らのです。今日はですね、私の1泊2日のパッキングをしていきたいと思います。荷物少なめ派なので、そこら辺にも注目して見ていただけたら嬉しいなと思います。それでは早速スタートです。バッグはじゃん、こちらのポール&ジョーとレスポのコラボのもので、レスポがちっちゃい頃からよく使っててめっちゃ大好きで、猫の柄がめっちゃ可愛くてずっと使ってます。結構旅行の時とかって荷物さ、飛行機とかでバーンってやっちゃったりするし、使いやすい強いやつが良くて、レスポは防水やったりとか生地とかもいいので、可愛くて丈夫なこちらをずっと使っています。なんか一泊やったら正直言って全然こんぐらいで足りるし、スーツケースやと逆に荷物になっちゃったりするので、毎回一泊二日やったりとか、あと地方の仕事の時とかもこれを使うことが多いです。じゃん、このプリベベのワンピースを持っていきます。だいたい着替え持っていく時とかはボトムが同じか、こういうワンピース同じで着こなしを変えるか、もしくはコンパクトに収納できる服を持っていくようにしてます。もうほんまに私荷物多いのが苦手やから、なるべく小さく収まるように、小さく軽く収まるようにが一番のこだわりです。こんな感じで綺麗にちっちゃく畳んで、コテは普段はストレートのサロニアのやつとリファの 32mm のコテを使ってセットしてるんですけど、ホテルとかやったら2本持っていくのめんどくさいから、このサロニアのストレートにもカールにもなるやつを1本持ってってる。これサウナバッグなんですけど、これあ、ちなみに私がイメージモデルをさせていただいた TT&CO のノベルティのトートバッグです。これがサウナバッグやから、この中にシャンプーとかが入ってて、このなんかブランドの巾着とかをいつも再利用してポーチにしてんねんけど、これはいつも使ってるオージャーのシャンプーを100均の入れ物に入れ替えたやつと、髪の毛結ぶゴム、大浴場とかあったら必要やから、なんかコンビニで適当に買った小分けのメイク落としです。クレンジングとかほんまは持っていきたいねんけど、入れ替えたりとかもめんどくさいし、こういうのやったら楽やからコンビニとかで買ったりしてまとめて持っていってます。トリートメントが小分けタイプになっている、これはゼミールフランのものです。トリートメントも移し替えてもよかったんやけど、結構トリートメントって個包装のこういう1日使い切りタイプのものが売ってたりするので、私はゼミールフランの匂いが好きやからこれ使ってます。これめっちゃ便利、すごいサラサラなるしいい匂いになるし、スキンケア系は持っていくのめんどくさいから毎回お気に入りのパックを一つ持っていってます。今回はアビブの蜂蜜にしました。もうこれ1個あったら大丈夫やから、しかも私ほんまにケチっていうかもったいない精神で、夜例えばお風呂入った後にパック使って、アビブのパックってめっちゃ汁がたっぷり入ってるから、使った後でもこの中に汁がたっぷり残ってて、美容液がで、その袋を置いといて朝も洗顔後に使ったりします。パックは結構そういう使い方できるから、もうこんだけでいいし荷物も減らせるから、毎回地方の時はパック。なんか私結構カバンの中で物がぐちゃぐちゃになるのがめちゃくちゃ苦手で、だからポーチ入れがあって、この中に巾着のポーチとか普通のポーチとかがいっぱい入ってて、この中からいつもポーチとか巾着を取って、ちなみに巾着タイプが一番好き。なんかかさばらへんし、もうガバって開けてキュッて閉じてて楽やから巾着タイプが多いんですけど、これはファーファのノベルティっていうかぬいぐるみについてた巾着で、サイズがちょうどいいし可愛いから、もうずっと使ってて、下着入れたりとか化粧品入れたりして持って行ってます。とりあえず1個には下着を入れてきます。はい、下着と靴下を入れました。次メイク用品、これがメイクポーチでいっぱい収納されてるんですけど、このね中身は別の動画で紹介したので、気になる方はそっちを見てください。でこの中から絶対に使うもの、アイシャドウ、これはもう1枚で、1枚っていうかパレット1つでアイシャドウ完成するから、これとパウダーと下地ととか、こんな感じで選んでもうこの中に入れちゃってます。結構ちゃんとしたポーチに入れた方が多分いいねんけど、もうそんなんやってられへんから、最近あったかくなってきて夏なので、ロム&の夏らしい可愛いチークを使い始めました。こんな感じでメイクポーチに入れました。鏡はこれはナピュアミラー、なんか普通に適当に買った鏡、めっちゃ見えるみたいなのでちょっと話題になった鏡です。でこれを一緒に入れます。旅に欠かせない、じゃん、こちらフィルムカメラ、これカバンの中身の時になんか詳しく紹介した気がするけど、これ
最近使ってるフィルムカメラ入れて、メガネがこのジンズのチークレンズメガネです。めっちゃ可愛くない？これ、これを持っていきます。そして何やったっけ、絶対なんか忘れてんねんけど、何が必要やったっけ、何が必要やったっけ、絶対なんか忘れてる気がする。あ、はい、お薬ポーチ。結構私あの今の季節花粉症で鼻水とか喉が痒くなったりするので、花粉症の薬と頭が痛くなったりした時のためのロキソニンなどが入っています。なんか薬持ち歩いとかへんかったら結構不安になっちゃうので、私は毎回持ち歩いてます。一応普通のカバンの方にも入ってんねんけど、旅行用に多めに持って行ってます。最近飲み始めたビタミン C のサプリも一緒に薬のやつに入れます。マスク、これ前も紹介したやつ、飛行機でもらったこのアメちゃん、余ったやつそのまま入れてるカバンの中に。なんか私前回飛行機乗った時に初めて酔っちゃって、めちゃくちゃ吐いちゃって、なんでか分からへんねんけど、別に何か食べたわけでもなかったし、完全に飛行機酔いで、私乗り物酔いも全然せえへんのに、ほんまに気持ち悪くて動かれへんくらいになって、ずっとトイレにこもってて、だからもう不安やから、こういうなんか口の中に入れられるものを入れています。あと酔い止めね。はい、じゃん、このアホ毛スティック、これ髪の毛セットするときにあのアホ毛整えるやつ、私はもう絶対必須なので、これはねロンド銀座ウィズミラボーテポイントスティックってやつ、アホ毛用にこれと、髪の毛のセットの時のロレッタのヘアオイル、最近家ではインボーンのやつ使ってんねんけど、持ち運びはこっちの方が軽くてちっちゃくていいので、旅行の時はこれを持ってってます。 IKEA のジップロックに入れてと。この IKEA のジップロックはいつも行った時に買いため買いして、旅行とかもこうやって小分けしてる。なんかポーチとかこういうのが足りひん時とかも、もうジップロックで全部賄っちゃったりする。結構向こう行ってからも使えたりするし、リゾート地とか行く時は特に。今回は全然関係ないとこやけど。ということでこんな感じで綺麗に収まりました。まだねめっちゃ余裕あるから、お土産とか買っても入れられるし、これが私の荷物少なめのパッキングでした。こうやって行ってきます。今めっちゃ暑いなんですけど、仕事とかでも地方に行ったりすることも多いので、またこの動画が好評やったらやりたいと思います。あ、ちなみに今日着てるお洋服は、上のこのパーカーがスタイルなので、このグリーンのワンピースがクレイミーのものです。はい、ということで最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただけたり、参考になったよっていう方はぜひチャンネル登録とグッドボタン、コメントの方をよろしくお願いいたします。それでは行ってきます。バイバイ。